皆さんこんにちは、 GGG チャンネルの味噌汁です。白黒チャンネルのチュリです。イエーイはい、というわけでですね、はい、最近あのヒカキンさんがプロ YouTuber になりましたっていうね。いやー、すごかったですよ、仕事の流儀ね。かっこいいですよね。ということで、なんか私もですね、一応まあ、元々コスプレイヤーだったんですけど、はいはい、その後YouTube をやらせていただきましてですね、はい、まあ、縁あっていろんな番組に出させていただいておりましてですね、おりまして。おりまして。ダメだ。もうここからダメ。で、なんか全国にね、はいはい、イベント MC として回らせていただいたりとか、最後の MC でね、やっていただいたりとか、はい、いろんな動画でね、ゲームのね、解説をさせていただいたりしているわけなんですよ。はい、なんで、私もタレントとしては、プロとして頑張っていきたいと思います。プロが、そう、日夜最近はもうボイトレにも通って頑張ろうと思いましてですね。めっちゃ頑張ってんじゃん。そうなんですよ。ちょっと実はですね、ちゃんとスキルを身につけようと思って頑張っていた矢先、あまりにダメない一日がありました本当に未だかつてないぐらい噛んだ一日がありましてですね、はいはいはい、ちょっと、まあ、自分の戒めという意味もありまして、ちょっと皆さんにも、まあ、こんな風に YouTube で活動してる人たちが、まあ、外のね番組に出てタレントとして活動していくのはこんな雰囲気なんだよっていうね、雰囲気を見せるためにもというか、そのっていうので私の NG シーンをちょっとダメダメな日な NG シーンをちょっと一挙大公開したいと思っております。題してダメチューバーの一日ひどい。でそこにね、チューリーちゃんも出てるんですけど、そうですね、一緒にやったやつですね。あの日は本当に味噌汁さんはね、ひどいではちょっとそちらの VTR をご覧ください。どうぞ。はい、5秒前です。4、3。はい、どうも皆さんこんにちは、白黒チャンネルチューリーとグッドゲームガールズチャンネルの味噌汁です。リミットバーストはビューティーアスサンクチュアリー。リミットバーストはノブレスアンサンブル、攻撃力105、火属性の続きましては開発端末で少々ペペペ、はい、OK、調子がねまだ出てない、メイドさんですね。メイドさん、そしてメイドさんはですね、前回の配信でエドさんが言っていたように、こうメイドさん特有の全体ストップのアビリティを覚えてもらって、はい、なんかあれですね、感じた今日ダメだ今日ダメだ、もう一回いいですか、もう一回いいですか、はい、そんな髪型あるみたいなでも一回ごまかそうとした、はい、噛んだつもりないんだけど耳から入ってきた気が噛んでたニコニコやで。4、3、2。ではまずはカノンさんから。めっちゃなったよね今。もうダメだ。今日ダメだ。ダメだね。面白いわ。よし、行きましょう。じゃあお願いします。じゃあちょっと前に座って。はい。はい、そのラジオ。はい、行きますよ。はい、しゃー。はい、5秒前です。4、3。というわけでまずはカノンさんから紹介していきましょう。はい、まだねアリーナ倒せないこと多いと思うんですけども、まあ、カノンさんを引いてぜひ使ってあげてあやっぱりダメだというねアビリティを使った後に使えるようになるね、貴族連続ですね、こちらを使用することによって先ほどのアクアオーソリティも2回使えるようになります。おお、もう一回行く、もう一回行ってもいいですか。他にも対象アビリティがありますね。アクアフィソフィーカタカナ苦手はい、でこのアクアフィソロフィロソフィーね、このレビーガンナというもの、これですね、はい、火星系で使うようにシルクフェード10ですね、攻撃力シルクシェードね、シルクシェードこれダメだシルクなんてフェードフェード通りイベント紹介させていただきました。ぜひぜひゲットした方は使ってあげると嬉しいです僕が というわけでいかがでしたでしょうか。私ちょっと自分でも漢字が読めなかったりよく噛みやすいっていうのはすごくあるんですよ。なんですけどもうちょっとその日はですね、出だしからおかしいなって思ってたんですよ、言い訳ですけど朝からねおかしかったでもねちょっとね、まだこれを今日のねこの動画を戒めにして今後、まあ、より良い、形で皆さんのところに皆さんの前にね出ていけるように頑張っていきたいと思います。日々精進ということで今日もご視聴ありがとうございました。面白かったよっていう方は頑張ってっていう方はよかったら高評価よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた見てください。じゃねー。ダメだー
カニ